おはようございます。レタスです。ああ。あ、今。朝の5時半です。眠い。ああ。何にも言うこと思い浮かばんね。ちょっと菓子パン食べてきまーす。おはようございます。レタスです。戻ってまいりました。よし、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 よし。菓子パンも食べたし、朝のゴミ出しもしたし、あと、なんだ、顔も洗って化粧もしたので、もう忍耐前にやるべき、ってかできるみそぎは全部やったんじゃないかなということで、あと5分ぐらい 待っていきます。どうしようかな。ああ、なんも喋ること、頭真っ白で何にも考えてないけど。あれだな。とりあえず、ピクミン4は来ないし、ブレワイの続編もきっと延期するっていうふうに心の予防接種をしておかないと、いざという時に、生きる目的を見失ってしまいそうになるので、今のうちに、ピクミン4は来ないし、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編は、発売は来年に延期というふうに、自己防衛をしとこう。いや、でもね、最後、一番最後に、多分ね、スプラトゥーンは、今回ので、発売日発表ぐらいまではあると思うんだよね。ブレワイが発売日発表があるかどうか、あるとしたら、一番最後に、めちゃくちゃ意味深ないい感じの、PV が流れて、発売日が12月ぐらいにダーンって出るっていうようなのを、やっぱ一番期待するよね。期待するよね。いや、でもな、延期するっていう可能性もやっぱちょっとあるから、あんまりね、期待しすぎないように、まあ、期待しすぎてね、任天堂さんがね、裏切ったことなんてないので、まあ信じていいと思うんだけど、どうせね、プレワイ続編が延期することになっても、大変すいませんが、延期することになりました。それといってはなんですが、代わりにこのようなものをご用意いたしました。カチンっつって。なんかね、代わりのものが100%あるはずなので、もしそれでもね、大丈夫なんだけど。緊張する。緊張するな。てか、まず一番最初に何が来るよって話だよね。なんだろう。ベターなところで行くと、やっぱり、カービィの続報か、ベヨネッタの続報あたりかな。前までだったらさ、スマブラの DLC の情報が鉄板だったけど、今もうね、スマブラはアップデートし尽くされちゃったから、それはないのかなって思いますね。いや、今日も寒い。寒いけどね、任天堂ダイレクトっていう灯火が今目の前にね、あるから、もうこれで温まっていかないとどうしようもないよ。もう、ピクミン4は来ない。ピクミン4は来ない。っていうか、宮本さんが忙しすぎるでしょう、今。ゼルダとピクミン同時は無。来ましたね。本映像でお伝えする発売日等の情報は、新型コロナウイルスの影響により、17歳以上のゲームソフト紹介が含まれています。内容の視聴にはご配慮をお願いいたします。あ、音量上げよう。任天堂ダイレクト2022年2月10日。
ファイアーエンブレムじゃん。いや、待って。無双か。FEM。 世界の循環を君で途切れさせてはならない。いや、いる。いや、私の野望は、いや、FEM 層新しいの来てくんないかなとは思ってたんだけど、その場合風化雪月キャラで出したいキャラ多すぎるから無理だろうって思ってたんだけど、俺には野望があるんだ、それを叶えるために戦ってる。思ってたんだけど、髪型かわいい。待っていても奇跡は。ああ、嘘。私が運命を切り開く。うわ、別世界線じゃん。え、モニカ？未来を勝ち取れ。それを自覚した以上は二度と同じ過ちは犯さないよ。ありがとう。え、みんなが幸せになる世界線じゃないのこれ。復讐なぞ人のためにやる。お父さん。己が心を満たすために、己が欲を叶えるためにやる。え、誰？できておろ。ありがとう、ありがとう、愛してる。皆さんこんにちは、おはようございます。任天堂ダイレクトの案内役を務めます、はい、高橋です。高橋さん、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。最初にご覧いただいたのはありがてー風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化ありがてー。時代背景はそのままに全く異なる物語の展開に、ありがとう、ぜひありがとう。続いてはえ、ちょっと待って、ちょっと風化雪月無双だけでめちゃくちゃ語れるんだけど。紛争に隠されたが、いや、そう、FE 無双さ、新しいの出てほしいなって思ってたけど、風化雪月キャラが人気キャラ多すぎて新作で出すのむずいだろうなって思ったら、フロントミッションがフルリメイクされて、あ、ごめんなさい、存じ上げない。思ってたら、もう風化雪月の人気だったらもう大丈夫だろうと。あ、これ知ってるかもしれないな。あの風化雪月の人気だったらもう単体で出しても大丈夫だろうと、ゴーサインが出たってのがね、めちゃくちゃありがたいな。これあれじゃん、だってブレス・オブ・ザ・ワイルド無双、ゼルデン無双なんだあれは。あーっと、さ、いや、さ、最悪の、忘れたわもう。あれもさ、別世界線っていうかね、のを描いてみんなで幸せになるっていう世界線を描いてくれたんだから、絶対これ今回ねえ、あの3学級プラス1学級、あの灰色の学級を加えて、多分あのソロンたちの、なんだ忘れた、あの軍勢に立ち向かうっていうようなシナリオになるのかな。いやあ、頼む頼む。てかみんな可愛かったっていうか、エーデルガルトちゃんの髪型、あの三つ編み見ました？めちゃくちゃ良かったな。4人でライブの成功を目指すドンちゃんバンドや、はあ、メモ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 ないんだけど。あった、メモっとこ。ドンソウフェスティバルは2022年発売。よいしょ。さらに500曲以上が遊び放題になる有料の楽曲探索テンションサービスも開始予定。ドンソウ6月。ありがたいな。マリオストライカーズバトルリーグは6月10日発売。このダイレクト終了後、予約受付を開始。マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひ
ご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。カチン。さんだよね。あ、まだ鮭狩りは一応あるんだ。あ、爆弾さんこんにちは、お世話になっております。嫌すぎる。あ、そういうギミックか。なにこれ、かわいい。かわいい、かわいい、イルカっぽくてかわいい、かわいいし、だけど。あ、なるほどね、そういう風に倒すんだ。もしかしてパスができる？あ、神。神マジで。あと1個が足りなくて死ぬとかよくあったもんな。あ、チース。タワーさんチース。何そのハイパープレッサー。投げられるの神だわ。嘘、まさか天才。何？お、ボス鮭っぽい。ネクストウェーブ。ありがとうございます。ありがたいな。そうか、サーモンランの情報な。スプラトゥーン3の協力モード、サーモンランネクストウェーブの。ありがたい。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。今後の続報をだよな。夏発売だよな。引き続きそうだよ。よく考えたらさ、2の時もサーモンランだけの紹介映像ってあったもんね。宇宙をかける未知なる冒険、うん、ありがとう。任天堂スイッチピックアップタイトル。ピックアップタイトルか。ポータル。お、ポータル2がセットで任天堂スイッチに登場。ポータル来るんだ。謎の研究施設の被験者として閉じ込められた主人公、活路を開くのはポータルガン。なんで来ないのかなとは思ってた。これ床に向かってガンを撃つとポータルと呼ばれる。なんだかんだやったことないんだよね。スティームでめちゃくちゃ一方に入ると、安売りされるのを横目で見てるだけだった。これを利用してゴールへと向かう。やりたいな。ポータルを使いこなし脱出を目指せ。頭めちゃくちゃバグりそうなゲームだけど。クロノクロスラジカルドリーマーズエディションは4月7日配信。このダイレクト終了後予約。いや、スクエアエニックスさんいろいろ頼みます本当。かわいいね。朝からカビタのお顔が見られて幸せやね。あ、お、かわいい。ちょ、危ない、危ないって。星のカービィ初の 3D アクション。星のカービィディスカバリー。舞台は文明と自然が融合した未知なる新世界。
さらわれたワドルディを助けるワドルディカービィの冒険、ワドルディを助けるんだ、かわいい。今作の新たな能力、頬張り変形。車を頬張ってフィールド上を走ったり自販機を頬張って缶ジュースで攻撃したり かわいいな。三角コーンを頬張って水道管を破裂させたり、頬張るアイテムによって使うアクションも様々。かわいい、かわいい。頬張り変形を駆使することで、コピー能力とは一味違ったアクションで探索が楽しめます。たっぷり水を頬張ったこんな姿、うわーうわマリオだ、マリオ。ワドルディを助けると冒険の拠点となるワドルディの街がどんどん発展。こんなんめちゃくちゃ楽しいに決まっちゃうんやな街のお店武器屋ではおなじみのコピー能力がなんといつでも進化、え、進化、攻撃の手数が増えたり、おお、攻撃範囲が広がったり、うわ見た目も、威力、うわパワーアップ。中にはさらに強力な進化系を持つ能力も。そしてカービィを待ち受ける新たな物語は、ケモナーに人気です。ビースト軍団の目的とは、果たしてカービィは新世界に平和を取り戻すことができるのか。相手はケモノなんだね。カービィディスカバリーは3月25日発売で、3月25日ご覧いただきました。星のカービィ、めっちゃすぐやんな。いよいよ来月の発売、やばもう少しだけお待ちください引き続きすぐやんカービィ笑えてきたな。嘘、変な声出た、お茶飲んでたから。あの方式で、あの方式でリメイクってこと？スーパーファミコンで発売された RPG ライブはライブが、マジ HD2D で生まれ変わる。そう、オクトパストラベラーと同じ。言葉のない時代を生きる。あ、これは天才。孤高の賞金首が決闘に臨む西部編。え？弟子を育て、剣法を伝承する訓風編。密命を受けた忍びが城に潜入。幕末。これはめちゃくちゃ天才リメイクじゃない？ではないだって。ではあとじゃないかも出た。超能力を駆使して悪を打つ近未来編。宇宙船で巻き起こる悲劇。SF 編。そして物語の先に待つものとは。続けろライブはライブは7月マジか。いや、これはナイス、これはナイスでしょう。いかがでか。ありがとうございます。続いてはこちらです。お、マリオじゃないの。世代を超えてまたでもお楽しみいただける Wii スポーツシリーズの、うそー、任天堂スイッチスポーツが登場します。ありがとう。こちらをご覧ください。任天堂スイッチスポーツに収録する種目をご紹介します。まずは Wii スポーツシリーズでもおなじみの3つ。タイミングよくジョイコンを振ることでラリーを楽しめる。そう、なんかもうこういうのをさ、もっと出してもいいよね。よってだって Wii だってさ、一番最初に出たなんだっけ、初めての Wii かな、あれだけでぶっちゃけ一生遊べるじゃんああいうなんか初めてのスイッチみたいなのを出したらさ、絶対一生遊べるんだから大きなボールでこういうのめちゃくちゃ出してっていいと思うんだよね。サッカー
シュート。スイッチに、スイッチでの初めての Wii 的なポジションって何？ワンツースイッチ？いやでもワンツースイッチはってこれあのレッグバンドはリングフィットアドベンチャーのやつで代用できるじゃね。続いてバドミントン。てか懐かしい BGM やったよな今の。もちろんタイミングを合わせればキレのあるスマッシュを放つことも。初めてのスイッチ的な立ち位置のはなんかなって思うとワンツースイッチとかチョキッとスニッパーズとかかなって思うけど、あれ両方とも一人だとだいぶ寂しいことになるゲームだからね。あのきついんすよ一人にも優しい、その初めてのスイッチみたいなのがねあればいいよね。うん、素晴らしい。フレンドとの対戦はもちろん、ランダムマッチでは勝利を重ねることで強い相手と競い合うことができるようになります。ぜひチャレンジしてみてください。ちょ、レート制みたいなのがあるってことかな。いかがでしたか。せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、はい、高橋さん、おちゃおちゃおちゃ、皆さんこんにちは。 おはよう任天堂の小泉です。おはようございます。小泉さん気合い入ってますね。かわいい。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレイしてみます。マジか。ストラップの準備は大丈夫ですか。はい、もちろんです。はい、ごめんなさいね、つけてなくて。スペースの確保もバッチリです。あれ外しにくいんですよ。かわいいな。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。あれ売ってくれないかな、あの T シャツな。任天堂スイッチスポーツの新種目バレーボール。さあ高橋小泉ちゃんとミー使っても対戦できるんだ、偉い。サーブは小じゃないとね、やっぱ高橋は前衛です。頑張れ。小泉のサーブで試合開始。さあ相手はどう出てくるか。いけ、ブロックブロック、ナイスナイス。ブロック、もう一度来ますよ。いけいけいけ、シュシュ、ナイスナイスナイス。いけ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 、し、うん、あいわー、拾われて相手の反撃。うわー、お、あー、高橋反応するも届きませんでした。ゴロ体。相手のサーブ、小泉がレシーブ。ああ、高橋が上げて、けけけけけけ、しゃ、もうこれは相手の正面、攻撃が来ますよ。はじけはじけ、お、これは、はじけはじけ、レシーブを返して小泉のトップ、けけけ、ナイス。強烈なスパイクで1点を返しました。バレーの掛け声わかんないな。プレイはこのあたりにしておきましょう。まだ紹介の途中です、ね。さっきはよう、ナイスコースとか言うんだけど、私はここで失礼します。ああ行っちゃった。さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、はい、発売日は夏4月21日です。そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、うん、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画。夏にそのアップデートがってことか。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。はあ、偉いね、すごいな。ここで皆さんにお願いがあります。はい、何でしょう。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。やります、わかりました。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。体を動かしてのプレイはついついエキサイトをしてしまうこともあります。まあやれるだろう。ストラップを着用し、人や周りのものにぶつからないよう十分にご注意いただければと思います。はい、何とぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。そうだった、これ来るんだ。13人の少年少女の物語。13騎兵防衛圏はこのダイレクト収録にプレイした人みんなが黙って13騎兵防衛圏をやってくださいという気になってはいる。
そう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 、新たなタイトルを追加、来るんじゃないかなと思ってた。そういえば、そういえばだって、いや、鉄砕？私マザー2しかやったことないんですよ。しかも超終盤で挫折しちゃったから、あー、天才？もうすごいな。今世界中の人が絶叫してるからね。このダイレクト終了後に、あ、天才、おお、天才、スーパーファミコン、天才、天才。いかがでしたか？64のあれはないんか、続報は。はい。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスです。お、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターして、お、有料追加コンテンツとして配信いたします。おめでとう。こちらをご覧ください。めっちゃ売れてるもんね、めっちゃ売れてるもんねとかいう月並みな。48コースで、予約はこのダイレクト終了後から開始します。またご購入いただく以外に、任天堂スイッチオンラインプラス追加パックにご加入いただくことでも、マリオカート賢いな、もう賢い、お楽しみいただ任天堂さんはね、賢いんだわ。いかがでしたか？さて、マリオカート8デラックス、一応予定としてはあと2分なんだけど。さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。ゼル、いや、ゼル、いや、ゼ。生きるために戦う。戦うために生きる。それが俺たちの世界。え？アイオニオンだ。え？君はその選択をしたんだ。倒す相手がいるから戦う。ゼノブレイク。これが本当のお前なのかよ。やっぱりこうなるんだ。もう敵同士じゃない。いいよね。時間たくさんあって。もう一度未来にかけてみないか。彼らはもう仲間じゃない。奴の糧だ。ゼノブレイドだ。体験の突き立つ大地。ゼノブレイドですよ、奥さん。お前らの本当の敵を倒すために。奥さん。今ここにある命、君だけに背負わせはしない。この瞳の日時計が満タンになったからって、なくした気持ちは満たされねえんだ。日時計、破壊しましょう。世界にあだなす存在、塵一つ残さず消し去りなさい。ゼノブレイドですよ、奥さん。ゼノブレイドですよ。しかもなんかちょっと和風のゼノブレイドですよ、奥さん。旦那。ああ、もう3か。ナンバリングタイトルだ。ゼノブレイドですってよ、奥さん。やっば。ゼノブレイド1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレイド3は9月に発売を予定しています。ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
いやー、ゼルダがなかったのは、まあ予想通りでもあり、ちょっと残念な気持ちもあり。いや、でもね、ジェノブレード出されたら、もうありがとうございますしか言えないよね。ジェノブレード3出してくれて文句あるやつとかいねえだろ。私、ゼノブレード1、シルクのやつが、また終盤まで行って、途中で挫折してるな、そういえば。2もな、めちゃくちゃいいとは聞いてるんだけど、挙動がもっさりっていうのを聞いてちょっと尻込みしてるんだよね。いや、でも、3、いいな。ロン毛男子好きなんだよね。いやー、素晴らしい。ありがとう。ありがとう。いやー、ありがとう。ありがとう。ありがとう。いやー、これまた次の忍耐がな、楽しみになるなー。はい。あー。ああ、なんも言えねえ。ああ、楽しみだね、みんな。はい、ということでね、お付き合いいただきありがとうございました。ああ、楽しいな。独り言を言いながら見るのってやっぱ楽しいわ。ああ、よし、ツイッター確認して、どのぐらいみんなが騒いでるか、見守ろう。ご視聴いただいてありがとうございました。またね。またぜひ、なんか他の動画とかでお会いできたら嬉しいな。ツイッターとかでもね、お話できたら嬉しいな。ありがとうございました。またね。バイバイ。